黙祷。今日午後、福岡市博多区のマリンメッセ福岡で行われた20歳の集いでは、冒頭、能登半島地震の犠牲者に対し黙祷が捧げられました。新型コロナの影響で福岡市は去年まで3年連続で成人の日の行事を2部に分けて実施していましたが、今年は4年ぶりに7つの区を合同で開催しました。福岡市の高島市長は、成功の反対は失敗ではない、挑戦しないことだと述べ、何事にも挑戦してほしいとエールを送りました。挑戦しないことだと思います。失敗したデザイナーになります。一つ一つに責任を持った仕事をできるような看護師になりたいなと思います。尊敬する母のような存在になれればなと思っています。福岡市で今年度中に20歳を迎えるのは16,625人で、昨年度より51人減っているということです。